中日の今季戦70戦目、阪神戦のスタメンが発表された。中日は2連勝中、30勝34敗5分けの借金4で5位、首位広島とは 5.5 ゲーム差、4位 DeNA とは2ゲーム差。今季チーム総得点164はリーグ最小、リーグ5位の阪神が190得点。今季、ここまで阪神戦は3勝6敗1分けと負け越している。石川昂弥を出場登録、中田翔を登録抹消、冗談抜きに素晴らしすぎるスタメン来たな。あとはこのスタメンに名を連ねた選手たちが結果を残すのみ。いっそのこと田中美希や1番でカリステ2番でもいいんじゃないかな。板山3番は悪くないと思うな。何にせよ今日も勝って早々にカード勝ち越し決めてもらいたいな。涌井投手は、このところ毎度しっかりゲームを作っていますが白星がつかず、打線の援護がないゲームが続いています。今日は早いイニングで打線が援護したいところです。ユークはたった1試合でお約5面か。ヒットがなかったとはいえ厳しいな。山本が無難に守備をこなし打つ方でも活躍したら、ユークはまた控えだろう。去年の絶不調で完全に監督の信頼を失ったのかもしれない。田中は調子を落としていると思ったが、昨日の三塁打は見事だった。今日もポイントでの勝負強さに期待したい。いつも5番6番がチャンスを潰すから点が入らない、石川福永に期待したい。個人的にベストなオーダーを組んだ気がするし、期待がかなり持てる。連勝と行きたい。3年目で初めて現状を鑑みてやっとまともなオーダー組んだな。ここまで来るのに長かったな。涌井も納得だろうな。ユーク外れたけど昨日の試合無安打ながらいい打球は飛ばしてた。チャンスはいっぱいあげてほしい。ユーク、あと数試合スタメンで使ってもいいと思ったんだけどな。さすがに昨日1試合でベンチウォーマーからの2軍降格はないよね。現状で、ベストメンバーだと思うので、しばらくスタメンを変えないでほしい。